今日も安定におもろい。週末最大の楽しみ。前週見てるともっと上げてきそうで安心するな。シャープペンシルギャグはあれどうなんや。シャープペンシルかっこ激サムギャグ。もっとシャープペンシルギャグにもっとこと触れてあげてほしいわ。いは控えめに言って親父ギャグやと思う。シャープペンシルギャグのポイントは持ってるのが全然シャープペンシルじゃないところやな。当然のようにオールスター投票呼びかけててくさ、どんだけ出たいねん。君の好きな YouTuber をオールスターに出させては草生えた。バウアーオールスター出てほしい。絶対動画面白くなるやん。バウアーって MLB のオールスターは出たことあるんか。歴代で唯一カメラ装着して出場した選手や。くさ、これは浮くはハブられてもしゃあない。ほんまくさ、ニッコニコでくさ。グラブ大好きなんやな。和牛 JB への愛が溢れまくっててくさ。今回のグラブレビュー明らかに熱の入れ方違ってくさ。ほんま和牛 JB 好きやな。合同練習中に映る選手たちのおちゃらけすこ。前回突然筋肉アピールする三島もおもろかった。ああいうの見られるのはええよな。だいぶ投手陣とも馴染んできてるな。前は強打がカメラ前で遊んでたけど、横浜のショートはおふざけキャラが多いんか。勝った後のロッカーが動物園と言われる程度にはふざけた奴の集まりや。バウアー山本由伸好きすぎるやろ。山本とはやれなかったけど、シュンペーター気に入ったみたいだから結果オーライや。愛する山本由伸が試合前にわざわざ話しに来てくれてよかったな。バウアーの159キロ。ヘイト対象にプレイで本気を出すスポーツマンの鏡。綺麗なまっすぐやな。もうこんな球投げ出したのやべえだろ。適応早すぎ。この二人クソ気まずい関係かと思いきや、試合前めっちゃ談笑しててびっくりしたわ。バウアーの中でゴミ箱問題すっかり解けたんやな。パロディ版もクオリティ高くてくさ。これ本物だと騙されてるやつ続出してんの。草生える。この偽物が吉野家の子ら作ってたら、本物が動画で食っててグラース生えた。これ最初見た時マジでわからんかった。クオリティ高くて笑った。これやこれ最初本物だと思うぐらい研究されとるわ。試合結果話してる時明らかにウキウキでくさ。ほんま結果で初めてよかった。ほんまバウアーの動画おもろい。毎週日曜朝は YouTuber バウアー動画更新楽しみや。